ラッシュは、イギリスの同セットに本社を置くハンドメイド化粧品、バス用品メーカーの多国籍企業である。新鮮さと自然素材を活用した色彩豊かな製品を取り扱い、2019年6月現在、世界49の国と地域にて、約930店舗を展開中ローザンヌ・パリュー、広場前に店を構えるラッシュマーク・コンスタンティンと、エリザベス・ワイヤーは1976年に、 コンスタンティーヌ・アンドウェア・カンパニーという美容関係の会社を設立した。この会社はザ・ボディショップなどの会社と契約し、美容・バス商品を開発、納入していた。彼らは開発した製品の権利をザ・ボディショップに売却し、1988年に通販専門の別会社コスメチックス通号を立ち上げる。しかしこの事業はうまくいかず1994年に、 破綻宣告を受けている。しかし、ここで、ブリティッシュエンソンエステイツが投資を行うとともに、財務担当者として、アンドリュー・ゲリーを経営陣に送り込み、この会社の再起を図った。この際に、かつての通販顧客から新たなブランド名を公募し、ラッシュというブランド名が誕生した。ラッシュは1994年同セットシュープールに本社、工場を設立し、 1995年同市内に1号店を出店した。企業形態としては少人数による持ち分会社の形式をとり、パートナー企業及びフランチャイズを用いて各国に展開している。ラッシュは食品や植物を主体とする天然成分を特徴とするバス用品、洗顔料、ケアクリームなどを製造、販売している。石鹸、入浴剤など各製品は 菓子や食品のような形状と鮮やかな色彩を持ち、また原材料としてバラハチミツキュウリなどの花木、食品を用いることから香る式香りを店内に溢れさせるなど視覚、嗅覚に訴求するディスプレイを採用している。固形石鹸はハードチーズのように大きなホール状のまま陳列されており、顧客が求める分量を切り分けて放送、販売される。 一部にあらかじめ 100g 分量の放送済みの状態で陳列販売されている店舗もある。製品の一つ一つに各製品の作り手のラベルが貼られている。日本において事業展開するラッシュジャパンはラッシュとのフランチャイズライセンス契約を結び1998年10月に設立された。1999年東京の自由が丘に第1号店を出店した。 神奈川県厚木市に本社を設立。これを移転し、現在は愛工郡愛川町に本社、工場を置く。ラッシュの手法に加えて、店内で製品を実演販売する日本初のサービスを定着させ、日経リサーチが小売り、サービス業500社を対象に行ったブランド調査、第4回ストアサービスブランド500では、BMW エルメスらに次ぐ11位の評価を、 受けるなど、商品とブランドに対する認知度の向上に成功している。ラッシュ同様、環境、社会問題に関する各種活動団体への協力を行う企業であり、年間1億円の売上金をこれに充てる。店舗数、売上高ともに着実な成長を遂げて、2019年現在日本国内に83店を構える。 ラッシュ創立当時からの信念の一つである動物の権利擁護の観点から動物実験を行った材料を製品には用いないことを謳いチャリティーポットと呼ばれるボディクリームの売り上げを各種団体への寄付に充てるなど反動物実験運動や動物愛護運動に資金協力しており過激な行動で知られる反捕鯨団体シーシェパードへの援助も公表している一方 日本法人である株式会社ラッシュジャパンはいかなる団体であっても暴力的行為には反対しているとしてシーシェパードへの資金提供は行っていないと表明している。ラッシュジャパンは2014年5月30日から6月8日まで残酷なフカヒレ量反対キャンペーンを行うと発表した。チャリティ商品の売り上げは特定非営利活動法人ワールドオーシャンズデーのほか。 サメバンシーシェパードとも言われるパンジアシードの日本支部であるパンジアシードジャパンに寄付されるとしていたがこの団体はあらゆるサメ漁への反対を掲げていてサメ水揚げ日本一でフィニングはしていないとされる気仙沼のサメ漁についてもフィニングの有無に関わらず認められないと毎日新聞の取材に回答しているこのため気仙沼のサメ漁は フィニングには当たらず、このキャンペーンでもそれを否定することはしないとする、ラッシュジャパンとの間に食い違いが生じており、寄付先及び使用用途が適切なのかという指摘や、サメ量へのマイナスイメージが広がることによって、経済的な打撃が懸念される水産関係者からの反発を招いた。また、報道を受けて多くの抗議や批判が寄せられたことで、キャンペーンの名称は、 残酷なフィニング反対キャンペーンへと改められ、規模も縮小されることになった。ありがとうございます。